ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は日本国内で初めて自己被爆による死亡者を出した東海村 JCO 臨海事故について解説するぜ。よろしくお願いするわ。事故の詳細の前に、まずは核分裂について説明するぜ。これが分かってないと事故のイメージが湧かないからな。核分裂、学校の授業で名前は聞いたことはあるけど、難しそうね。まず世の中の全ての物質が原子の組み合わせでできてるのは知ってるか。さすがにそれは知ってるわ。じゃあその原子が原子核と電子で構成されてるのは知ってるか。うん。確か、科学の授業で習った気がするわね。で、さらにこの原子核なんだが、陽子と中性子によって構成されてるんだ。さすがに覚えてないわ。この原子核に何らかのエネルギーが加えられて、二つ以上に分裂することを核分裂、と言うぜ。ふむふむ。やっと本題っぽくなってきたわね。核分裂は様々な原子で起こる反応なんだが、特にこの反応を起こしやすいのが、ウラン235、と呼ばれる物質だぜ。ウランは聞いたことあるわ。原子力発電で使うものでしょ。その通りだぜ。核分裂が起きると、凄まじい量のエネルギーが発生するんだが、その中でも熱エネルギーを発電に利用するのが原子力発電だな。凄まじい量。そうだな、ウラン235は 1g で石油2000リットル分のエネルギーを生み出すことができるぜ。石油2000リットル、とんでもない量ね。ウランの原子は一つが分裂すると、後に続いて連鎖的に分裂が起きるんだ。この連鎖反応が起きてる状態を臨界、と言うんだが、その時に発生するエネルギー量は凄まじいぜ。原子爆弾にも使われるくらいだしな。原子爆弾ってそういう仕組みで爆発するのね。知らなかったわ。じゃあ核分裂について理解したとこで、次に臨界事故について説明するぜ。臨界事故は、核分裂しやすいウランのような物質が意図せず核分裂して臨界状態になってしまう事故のことを言うんだ。原子爆弾の話を聞いたばかりだから恐怖感がすごいわね。原子力発電に使われるウランは燃料用に加工されてるから、原子爆弾とは全然違うけどな。さっき核分裂が起きるとエネルギーが発生すると説明したろ、その時に放射線、という目に見えない光線みたいなものも同時に放出されるんだが、これが人間の体に悪い影響を起こすんだ。放射線を浴びると癌になったりするんでしょ？そうだな。臨界事故で発生する放射線は人間にとって極めて危険で、発生場所から数十メートル以内の範囲にいる都市に至るケースもあるな。さらに放射性物質が外部に漏れ出たりすると、健康被害だけじゃなく、その地域の農作物や海産物が風評被害に苦しめられることもあるぜ。テレビで風評被害に苦しむ農家の人を見たことあるわ。とまあ、簡単ではあるが核分裂と臨界事故については以上だぜ。ここからは、この前提知識をもとに東海村 JCO 臨界事故の解説をしていくぜ。よろしくお願いするわ。この事故は1999年9月30日、茨城県那珂郡東海村にある株式会社 JCO のウラン燃料加工施設で発生した原子力事故だ。日本国内では初めて自己被爆による死亡者を出した事故だぜ。そんな事故があったのね。知らなかったわ。もう20年以上も前の事故だしな。JCO は普段は発電所用のウラン235の濃縮度 3-5% 程度の発電所用の燃料を加工していたんだが、年に何回か発電所向けとは別に、増殖炉で使用される濃縮度 18.8% のウラン燃料の製造を請け負っていたんだ。増殖炉っていうのは文字通りウランを増やす装置のことだな。濃縮度って何？濃縮度は、ウラン235がどれだけ燃料に含まれるかを表す数値だな。ウランには核分裂が起きやすいウラン235と、核分裂が起きにくいウラン238という種類があるから、これらの比率を変えて濃縮度を調整するぜ。当然ながらこの濃縮度の値が高ければ高いほど核分裂の反応速度は速くなる。ちなみに原子爆弾は濃縮度 100% だから、ほんの一瞬で爆発的なエネルギーが放出されるぜ。なるほどね。よくわかったわ。で、濃縮度 18.8% のウラン燃料を作る過程だが、まずはウラン混合物をウランの純物質にする精製作業が9月中旬から28日まで行われたんだ。そして、翌29日からは精製した高濃度ウランを硝酸で溶かした硝酸ウラニル溶液の均一化作業が始まったぜ。
硝酸ウラニル溶液の均一化作用、よくわからないけど、ウラン燃料を作るために一旦液体に溶かすってこと？まあそんな感じで大丈夫だ。生成した高濃度ウランを液体にして、それを均等に分けていけば、必要な濃さのウランがたくさん作れるだろ。なんとなくわかった気がするわ。一つ一つ薄めて作るより、まとめて作って薄めた方が効率的ってことよね。その通りだぜ。そして翌9月30日、JCO の作業員たちは硝酸ウラニル溶液をバケツを使ってて作業で、沈殿槽、と呼ばれる容器に流し込んでいたんだ。手作業。嫌な予感しかしないわね。そこは後で解説するが、本来はもちろん手作業でやる行為ではないぜ。すると午前10時35分頃、7杯目をバケツで流し込んだところで、沈殿槽内で硝酸ウラニル溶液が臨界状態となって、警報が作動したぜ。臨界状態？かなり危険な状態よね。そうだな、核分裂が進行して大量の放射線が放出され始めたってことだ。この時に現場の作業員は青い光を見たと証言しているぜ。青い光って何？青い光は、臨界事故が起きると見られる現象で、ジェレンコフ光とも呼ばれている。これは臨界状態に達した核燃料によって、周囲の空気が強力な放射線の作用によって電離されるために生じるものだぜ。幻想的な光なのに、実際にはこれが臨界が起きたサインなのね。そういうことになるな。そして、この青い光を見た作業員は吐き気を訴えて、その場に倒れ込んでしまったぜ。嫌な予感がするわ。核燃料が臨界となったということは、沈殿槽が剥き出しの原子炉のような状態と言えるからな。健康被害待ったなしだぜ。早く逃げてー。そして11時15分、臨界事故の可能性あり、との第一報が JCO から科学技術庁に入ったぜ。11時52分、被爆した作業員3名を乗せた救急車が病院へと出発。東海村から近隣住民に対して屋内退避の呼びかけが始まったのは12時30分だったそうだ。JCO の通報から1時間以上も経ってるわね。少し遅く感じるわ。そうだな。ただこれでも早い方なんだ。住民への屋内退避の呼びかけは、東海村村長が政府や茨城県庁の対応を待たずに独断で行ったからな。一刻を争うことだったから政府の判断を待てなかったのね。村長もこの判断を下すのには悩んだようだ。退避命令を出せば住民たちがパニックになることも考えられるからな。難しい判断だったのね。東海村には原発関連施設が集中していて、いわば原発によって繁栄している村と言っても過言ではない状態だったからな。そんな場所で住民に恐怖心を与えるのはできれば避けたかったはずだ。苦渋の決断だったということね。そういうことだな。そして午後12時40分頃、内閣総理大臣に事故の第一報が報告されたぜ。そして、現地では、事故現場から半径350メートル以内の住民約40世帯への避難要請、500メートル以内の住民への避難勧告、10キロ以内の住民10万世帯への屋内退避、換気装置の停止、といった呼びかけが行われたぜ。突然のことでパニックになりそうね。そして、現場周辺の道路の閉鎖、電車の運休、自衛隊への災害派遣要請などといった措置が取られたぜ。こんな大事になるなんて、そういえば臨界状態になってしまった核燃料はどうなったの？臨界状態の核燃料だが、事故発生当初は臨界事故を収束させようとする JCO 社員はいなかったぜ。命も危険もあるし、気持ちはわからなくもないけど。そうしているうちに、事故現場に原子力安全委員会の役員が訪れて、JCO 社員たちを説得したぜ。その結果、彼らは、うちが起こした事故はうちで処理しなければならない、と心を改めたんだ。なんとか頑張ってほしいわね。そして選抜された JCO 社員18人が、1分を限度に現場に向かい、作業に当たったぜ。まさに決死隊ね。そうした彼らの行動によって連鎖反応を止めることに成功、臨界の収束に成功したぜ。これが事故発生から20時間後のことだな。よかった。よくやってくれたわ。次になぜ事故が起こってしまったのか、その原因について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。事故の原因は JCO のずさんな作業や管理体制と言えるぜ。JCO は燃料を加工する工程で、臨界事故の発生防止を重視した正規のマニュアルではなく、独自作成した裏マニュアルに沿って作業をしていたんだ。裏マニュアル。今回の事故が発生した工程では、正規のマニュアルでは、溶解灯
という装置を使うと定められていたんだ。ところが、JCO の裏マニュアルでは、溶解灯を使うと作業効率が落ちる、という理由で、ステンレス製のバケツを使ってて作業で行うという内容に改変されていたぜ。危険すぎるわね。誰か止めなかったのかしら。作業員たちからは、ウランをバケツで運ぶなんて危険すぎるのでは、という声があったそうだ。これに対し責任者は、よくは知らないが、こぼさなければ大丈夫だろう、と言って、作業員にミスをしないよう迫っていたぜ。ええ。自分の都合しか考えてないわね。そうだな。これ以外にも JCO はコスト削減のために、社員たちに危険な作業を指示していたんだ。硝酸ウラニル溶液を混合する工程では、本来、除糖、と呼ばれる容器を使用するべきなんだが、裏マニュアルでは、沈殿層、という別の容器を使用する内容に改変されていたぜ。除糖はその構造上、ウランが臨界状態になることを防いでくれるんだが、沈殿層はそもそも使用目的が違うから、臨界に至りやすい構造になっていて危険性も高いぜ。やりたい放題ね。こんな感じで、危険な作業にもかかわらず効率重視で作業を進めさせてたんだ。事故は起こるべくして起きた人災とも言えるな。この事故で被害者は出なかったの。3人の作業員が多量の放射線を浴びて、ヘリコプターで救急搬送されることになったぜ。解説のために、今回は3人を A さん、B さん、C さんと呼ばせてもらうぜ。3人はどんな症状だったの？病院に運ばれた A さんは、皮膚がわずかに赤く腫れている程度で、大きな外傷はなかったぜ。よかったわ。だが実際は凄まじい放射線被曝によって、体内の染色体が壊滅的なダメージを受けていたんだ。染色体が破壊されると、人間は新たな細胞が作れない状態になるぜ。え？治療法あるの？白血病の治療と同じで、体内でいろいろな細胞を生み出す働きを持つ、造血幹細胞の移植手術を行うのが一般的だな。まず A さんだが、実の妹から提供された造血幹細胞の移植手術が行われたぜ。移植自体は成功したんだが、予後が安定せず、事故から83日後に多臓器不全により死亡してしまった。無念ね。あとの二人はどうなったの？ B さんも A さんと同様に、造血幹細胞の移植手術を受けたぜ。この手術がうまくいって、一時は警察への事情聴取を行うまでに回復したんだ。え、一時は？ところが放射線障害により徐々に容体が悪化、免疫力が弱まっていたため肺炎を併発してしまって、事故から211日後に死亡したぜ。辛いわね。C さんはどうなったの？ C さんは一時白血球数がゼロになったものの、骨髄治療を受け回復。その後無事に退院したぜ。助かってよかったわ。それにしてもかなりの健康被害が現れたのね。日本では短時間にこれほど大量に放射線を浴びる事故は初めてで、後に広島原爆の落下地点と同レベルの被爆量だったと指摘されているぜ。事故の凄惨さを物語っているわね。当然ながら、この事故で JCO は刑事責任を問われることになるぜ。事故から1年後、茨城労働局、水戸労働基準監督署が JCO と同社所長を労働安全衛生法違反容疑で書類送検。翌11月1日には水戸地検が所長のほか、同社製造部長などの責任者を業務上過失致死罪でそれぞれ起訴したんだ。また、法人としての JCO も原子炉等規制法違反と労働安全衛生法違反の罪でそれぞれ起訴されたな。判決はどうなったの？水戸地裁は被告企業としての JCO に罰金刑、責任者6人に対して執行猶予付きの有罪判決を下したぜ。また、この事故の結果、JCO は内閣府から加工事業許可取り消し処分を受けて、ウラン再転換事業の廃止を余儀なくされたぜ。これだけの大事故を起こしたんだから当然ね。また、この事故は地域経済にも大きな影響を与えることになったんだ。風評被害のことね。その通りだ。事故の後、茨城県内全域では野菜や魚などの農産物が値崩れ、旅館や観光施設のキャンセルも相次いだんだ。確かに不安になる気持ちはわかるわ。そうして、東海村の農家は農産物への風評被害があったとして、JCO に対して損害賠償請求をしたぜ。茨城県が JCO に対する保証窓口を設置した際には、約8000件の被害申し出があったんだ。事故が事故だけに被害も大きいわね。今回の事故は、企業のずさんな管理体制や規則違反、安全よりもコスト削減を優先させた経営方針、責任者や現場作業員などの知識不足など、
複数の事柄が引き金となって起きてしまったと言えるな。危険な作業だからこそ、しっかり手順を守って安全に作業してほしいわ。今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。